もう何年も前の話だが、新築マイホームを義兄夫婦に取られかけた。私と夫の間には子供がおらず、アパートで暮らしていた。ようやく資金が貯まり、マイホームを建てたのだが、義兄夫婦がとんでもないことを言ってきた。義兄嫁が会社でいじめに遭い、うつ病になった。静養場所として我が家を貸してほしいと訴えてきた。私と夫は、この家は私たち夫婦が建てた家だ。義兄嫁さんが鬱だからといって貸すわけがない。と突っぱねた。義兄は、お前、夫はいつもそうだな。子供の頃から弟だからと甘やかされて、俺はずっと我慢させられた。とご立腹。それとこれとは関係ないだろう。スケールが違いすぎる。と夫が反論。私が、そのうつ病は、治る見込みはあるのか。1、2ヶ月で、解決できるものではないだろう。貸す間、相応の金を払う気はあるのか。と聞いたら、は？何言ってるの？と言われた。この義兄夫婦、無償で貸してもらうつもりだったらしい。義両親も、うつ患者には、アパート暮らしはきつい。義兄夫婦に譲ってやれ。と、義兄夫婦の肩を持つ。いつの間にか、貸す、から、譲るにランクアップしていて、夫激怒。私たちが、半ば強制的に、義兄夫婦と義両親を追い出し、この日はとりあえず終了。夫は、これからの義兄夫婦と義両親の出方次第で、絶縁を厭わないと言っていた。3日後に、旦那と私の休みが被る時を狙って、また突された。前回はいなかった、義兄嫁を連れて。義兄嫁は、およおよと涙を流し、終始うつむいていた。義兄は、嫁のこの姿を見ても、譲らんというのか。とドヤ顔。夫が、譲る気も貸す気も、微塵もない。そもそも、鬱になった義兄嫁さんを、静養させたいなら、旦那であるお前が、支えていくべきじゃないのか。兄さんたちさ、結婚して何年経つ。マイホームの頭金を出す、貯金もないのか。それとも、マイホーム建設に向けて、努力もしてなかったのか。普通、弟夫婦が建てた家を、かすめ取るなんて真似は、死んでもできないわ。恥ずかしい。兄さんが自分で建てろよ。義兄は、震えながら、通院費用が、とわめいていたが、問答無用で追い出した。翌日、義実家から、正式に絶縁を言い渡してきたよ。お兄ちゃんを敬わない奴は、もう他人なんだって。義両親が、義兄夫婦の肩を持ったのは、新築で悠々と暮らしたかったから。特に義母は、私と折り合いが悪く、義兄嫁とは馬が合う。あわよくば、義兄夫婦と、新築で暮らしたかったんだと思う。